はい、こんにちは、ピカです。今日ね、このフォード GT やっていきたいと思います。このフォード GT は、まあ、GT40 とも呼ばれてますけど、正式名称はなんかフォード GT みたいですね。それのマーク1、一番古いタイプですね。1964年に作られたチール製モノコックで、カーボンファイバーボディになりますね。で、4.7リッター V8 エンジン、350馬力を積んでいます。車重はなんと1080キロぐらいで、ロードスターと同じぐらいですかね。私のロードスターがロールケージ組んでレースの車検の時に1085キロぐらいなんで、まあね、本当同じぐらいの重さの車に、ロングでワイドな感じのボディに対して、まあ、350馬力っていうね、エンジンをミッドシップに積んでると。なかなかねすごいですよね、スペック的に。どんな感じになるかやってみたいと思います。はい、首都高をね早速持ってきました。いやー、このメーターがかっこいい。なんなのこれ、スピードメーターか。左からで、スピードメーター、燃料系、これなんだろう、空燃費かな。いや違うな、なんだこれ G、 なんだこれ、あ、演奏したすごいな、なんなんこれ、かっこいい。ものすごく、いや、シフトノブが、いや、ペダルも下からね入るタイプだね。うん、同じようなペダルになってますね。はい、これが1 2速3、待って、1 2 3 4、4速までか。1234までか。なるほど。うわ、後ろにエンジン見える。あ、やばいやばい、ファンネルが、いや、やばいね。8気筒のエンジンが見えるね。あれは何なんだろう、なんかいろんなもんついてる。いや、かっこいい。じゃあ早速ね、エンジンかけてマニュアルでやってきますよ。どれがスピードメーターなんだ、わかんねえな。さあ行くぞ。すげえ演奏したいや、ちょっと待って、演奏するスタートできねえちょっと待って、クソ難しいんだけど。よし、なんとかスタートした。めっちゃ長えな、おい。一速で100キロ、120、まあ4速までしかないからね。2速がまあなんか3、4みたいな感じだな。まあ、2、3かな。さあ車重はね、1トン80しかないんだよね。俺のロードスターとちょうど同じ重さだね。まあロールゲージ入ったロードスターと同じ重さっていうことになる。それのミッドシップって考えればいいかな。で、360馬力ぐらい。うん、なんともかっこいいメーターの雰囲気がねはい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 これはやばい車だな、また。いや、楽しい。やっぱ古い車さ、こう GT スポーツで乗るとね、こう古い車すげえ楽しいんだよね。なんでかわかんないけど、軽いからなのかな。雰囲気といいさ、こう。だからね、作り手に思い出がありそうな気がする。作り手にこのモデリングしてる人の思い出がねすごいある感じがして楽しい。ああ、
ああ、いいね。ああ、素晴らしい。いい雰囲気だな、本当。ちょっと真面目に走る？おお、軽い軽い。抜けてた。ちょっと真面目に走るか。くそ、ちょっとね、飛ばしてみて、どんな感じになるかっていうのを見て。パワーないな、やっぱ500馬力ぐらい欲しいな。楽しいわ。いやー、いいね。アクセルオンでね、流れ出しが止まるね。リアに荷重が乗って流れ出しが止まるっていう感じ。まあでも急激に破綻しそうな雰囲気もある。やっぱミートシップはね、本当この辺の、この辺がね、すごい繊細なんだよね。いやー、音がいい。NA でさ、スロットのさ、吸気音がやばいね。もうすぐそこだからね、吸気音がね、してるのが。おお、気持ちいいよ、本当。いつまででも本当ね、この古い車は走ってられる。いや、後ろのこの やばいな。まあ、アクセルオンでね、弱アンダーステアぐらいな感じで走っていくと速いねっていうことぐらいは分かった。じゃあね。この辺で止めて。ああ、気持ちいいね、これ。この音。やべ、オタクすぎるな、俺。はい、じゃあね、次、首都高から、富士じゃない、首都高から鈴鹿サーキット行ってみたいと思います。はい、じゃあね、鈴鹿サーキット行ってみたいと思います。いやー、いいよ、これ、本当に雰囲気がすごいね。新車のフォード GT だぜ。いや、だって新車って言ったって、まあ、新車じゃなくてもね、これ買ったとしてさ、この勢いで走れる？ ここ走れる？こんな回せる？回せないよな。もうゲームならではでしょ、本当に。エキビジョン走行ぐらいな感じでしょ？だって。合ってる今。なんか若干違ってたような気がする。おお、ミッドシップのね、忠実な動き。1060キロの360馬力ぐらいなんだけど、
ロードスターの360馬力をミドシップにしてワイドにしてローにした感じってどんな感じだっていうの。ちょミッションがね、ちょっと1速が2速みたいな感じ。1速で100何キロまで出るからね。2速はちょっと離れてんだよね。もうちょっとね、クロスしてほしいな。3速と4速が近いんだよね。なんかちょっと違うかなって感じです。あ、なんかそれなりの理由があるかもしれない。ほら、ミッドシップのさ、すげえいい感じの、きれいに曲がってくる。で、ちょっとね、リアが流れ出しても、アクセルを入れることによって、リアに荷重が乗って、ちょっとね、ほら、流れ出しが止まるっていうね、こう、本当に、基本に忠実に動いてくれる車だね。この音とね、この乗ってる感じの雰囲気、俺には 3D に見えててすごいね、いいんだよね雰囲気が。まあ、そんなこと言ってられないんで、もうゲームなんでね、思いっきり行きたいと思います。いやー、いいよこれ本当に速い。こういうとこのコーナリングスピードすげえ速い。ロードスター、ロードスターかよって思っちゃう。ちょっと長すぎた、失敗した。ちょっとまあちょっと頼むだろう。気持ちいい、楽しい。まあちょっと速い走りとは違うけど、いやーいいよ。酸素ちょっとかったるいね本当に。3、4もいいな。酸素じゃない、2速だ。2速が、1速と2速がね離れすぎてる。まあ、最高速を出そうっていう感じなのかね。いや、今のね、隊員の入り方、頭の入り方ね、ミッドシップならでは鋭い入りだね。11秒4。もう一周いくね、もう一周。いいね、すげえいいわ雰囲気が。
もうすごいよな、回答性が。いやー、のんびり走りたいね、こういうので。10秒8ですね。はい。はい、報道 GT ですね、やってきました。いかがだったでしょうかね。いやすごい、本当にね、こういう車いいね、素晴らしいよ、こういうのがね、全開で走れるっていうのは、まあ、何度も言うけどね、これ本当に俺には立体で見えてるからね、本当に乗ってる感じするんだよね、本当に新車のね、フォード GT に乗ってる感じするんで、 GT40 ね、素晴らしい車でした、はい、まあね、こういうのやっていくんで、よかったらね、チャンネル登録お願いします。